答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアペルシーンの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマは指差しのコミュニケーション。実は指差しをコミュニケーションで使うのは人間だけです。動物は哺乳類であっても指差しで何かコミュニケーションを取ることはありません。まあ、指差しはあれこれそれなんかを表す以外にも実は気持ちも表してるんですね。好きだとか可愛いとか大きいっていうのも言葉を喋る前の赤ちゃんは表してます。だいたい10ヶ月ぐらいから指差し始まってきて、指を差した後には必ずお母さんだったりとかお父さんの顔を見てコミュニケーションをしようと図ってるんですね。でコミュニケーションはもうここでしっかり確認しましょう。言葉と気持ちのやり取りですので、大事なのはやっぱ指を指してですね、ああとか赤ちゃんが言ったそれに対してかわいいねとか大きいねとか好きなのっていう、子供が何か気持ちをぶつけてきたその気持ちに対してしっかりやり取り返してあげるってことが大事なんです。そこを無視し続けてしまうと子供っていうのはコミュニケーションしなくなります。で、親御様とうまくできなければやっぱり保育園幼稚園の時にうまくコミュニケーションが取れなくなってきますので、喋る前のコミュニケーション、指差し、見つめるもそうでしたけども、しっかり答えてあげてください。本日の子育てのヒントでした。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。